はようございます。おはようございます。ゼンです。トコです。あ、すごい。宮下です。今日は、はい、ご覧ください。服がいっぱいあります。うん、ありますね。はい、あのすごい量。そう、男物が、男物が、しかも、はい、はい、あのリンゴルフはゴルフ系 YouTube の中でも、はい、たまに服の話するじゃないですか、うん、どっか行ってコーディネート作ったりとか、うん、で今回はここ GDO してます、ゴルフダイジェストオンラインの本社なんですけど、はい、あの GDO さんとコラボ企画で、うん、秋冬のコーディネートバトルをしよう、コーディネート制作バトルで、コーディネート作る人、はい、コーディネート作る人、はい、でもう一人 GDO の人が来てくれるので、ちょっと呼びましょう。浜田さん、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。元気そう。はい、そういうか。出てきました、今日は。はい、で今回のバトルなんですけれども、はい、各お三方がコーディネートを選んで、作ったコーディネートで投票してもらうんですよ。見てる人たちにこれがいい、欲しい。で、その一番に選ばれたコーディネートの中から抽選で1名の方に GDO さんのお買い物券3万円分。おお。いろいろ買えちゃいますよ。めっちゃ買える。をプレゼントします。嬉しいですね。はい、うん、みんな本気で選んでくれると思うので、はい、選んでください。ありました。はい、はい、はい、もう一人それを着るモデル役の人にも来ていただきます。どうぞ。おっ、はい、何と呼びすればいいですか。ガックンでお願いします。ガックンで、はい、ガックン。 GDO でモテゴルという企画をやっていて、はい、モテたいゴルファーたちのための企画なんですよ、ね、そうです。うーん、はい、テーマはこのガックンに似合う。お願いします。でも行きましょう。はい、はい、9月ぐらい。撮影は夏に行われております。10月ってまだちょっと暑かったりしますよね。少し暑い日もあったり、なんか涼しい日もあったりで、結構難しいですよね、選ぶのが。これ好きだけどな。それかわいいね。うん、おじさんタフだったんだな。そんなことないと思う。なんか飲食だから。うん、うん、ラックンさんの情報としてスコアは大体平均いくつくらい。85。強い子です。おー、得意なクラブはパターです。パター大好きです。平均30パットですか。30パットぐらいですかね。すげえかわいい。すごい、すごい。見た目よりも、ね、見た目よりもすごい軽くて厚手のトレーナーかなと思ったんですけど、結構薄手なんですよね。ねえ、伸びる。ジャックマニアハッシュタグゴルフ。いいですね、今っぽい。ゴルフウェアはやっぱり後ろですよね。あー、かわいい。おしゃれ。そう、ちょっとこうトラッド系な正統派とか。嫌いですね。あ、嫌い。スポーティー派ですか。チェックのパンツあんま好きじゃない。あー、なんかすごいすごい。でもまあ同じ系統ですよね。スウェットみたいなのが、まあ、動きやすそう。これ可愛くない。いいね、軽い。これ可愛くない。うんうんうん。あ、投票というんだったらこっち系だと思うんですよね。綺麗だよね。綺麗。そうやっていくんだ。投票で言ったら多分こっち系です。うん、投票で。投票で。投票狙いね。あー、はいはい。すごい綺麗な色ですね。綺麗ですよね。うん、綺麗です。綺麗で合わせやすそう、何でも。うん。うん、これは？可愛い。あ、すごい。可愛い。すごい可愛い。めっちゃ可愛い。結構。それ好きだわ。ね、でもパープルはちょっとトレンドがあるからちょっと捨てきれないですね。襟がすごい可愛いんだけど、ピーです。あーでもいいんだよね。かわいい。 いや私このパンツ結構好きよ。まず最初に、はい、パープルのパンツを絶対取り入れたいと思ったんですね。まあ上でも下でもよかったんですけど、パープルが結構今年多分トレンドじゃなかろうかと思って、うん、でこれをまず選んで、でじゃあこれに合うのはどう、何かなって思った時に、まあパープルだったらまあキャメルとか、こういうグレーとかがすごく相性がいいかなと思ったので、グレーを持ってきました。うん、でまあ、これだけだとシンプルで、まあ、中シャツ何か選ばなきゃいけないなってなった時に、こっちは柄ありますけれども結構シンプルな柄なので、うん、その時に目に留まったのがこの襟、ちょっと後ろから見た時に、うん、襟立てた時にすごいここが可愛いのと、でこれすごい襟が本当立つようになってるんですよ。
素材的にも、うん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 、なのでこれがすごい可愛いなと思って選びました、はい、なかなかいつも白と黒しか着ないっていうことなので、うん、ちょっと冒険してもらおうかなと思って選びました。ガックンさんどうですか。まあまず選ばないですね自分では自分を見てみて。あでも意外と動きやすいし、多分ゴルフ場にいたら馴染むと思います、うん、はい、うん、こう、 うまく綺麗にしてきて置くみたいな。そうですね、そうですね、なかなかこれを持ってきちゃうと他の柄物って入れられないので、はい、まあ、この下はちょっとシンプルに、うん、でも本当このシルエットがすごい綺麗ですよね、うん、ね、足の形足長く見える、うん、かといってこうぎゅうぎゅうじゃないんですよね、これ、はい、結構ストレッチが効いてて、はい、うん、ありがとうございます。あ、キャップいる。あ、忘れてました、キャップね。こっちだとちょっとスポーティーな印象にもなります、ね、爽やかな。あー、モテモテじゃないですね。こっちだとちょっとドレッシーな印象、少し下が、まあ、秋冬っていうニットニットなので、はい、上だけちょっと爽やかにしてバランスを取ってみようかななんて思います。はい、じゃあこれで、では、じゅんちゃんが作ったコーディネートはこちらです。はい、なんか派手めなのでもいいかなと思って、目についたガラガラのものを選びました。で、ま、グリーン系なので結構キャメルのパンツ好きなんです、この色の好きだったので、グリーンに合わせました。秋っぽくキャップもこのグリーンに合わせてクーマのキャップなんですけど合わせました。なんかうるさくないですよね、意外にこの服にしては意外にまとまったのかなっていう、まあ、あと内側のポシャツはシンプルなものにしました。まあ、脱いでもいけるよ。でこれちなみになんかリバーシブルなんですよ。確か。多分まあこっちにしてもいけるかなって感じです。行ってみます。いいじゃないですか。あ、こっちもいい。なんか球場職員。確かにこれだと。ボレーゴルフ場にいたらね。オフシャル感、オフシャル感、野球だから、これちょっと違うんで、やっぱ反対ですね、反対ですね。もし変えればいいだけです。もし変えればまた印象違う。うん。でもちょっとパープル変わってないかな、どうかな。ちょっとこれはまあトレンドの色っていうことで許してください。攻める人だなみたいな。ちょっと攻め気味の感じで今回パンツを作ってみました。さっきシンプルだったんでね、うん、柄でね、柄で攻めてみました。ガックンさんどうですか。はい、同じく選ばないですが、多分ゴルフは何の問題もなくできますね、すごい、ね、多分動きやすいです。見た目はちょっとまだ恥ずかしいですか。見た目はゴルフ場だったらまだってですかね、うん、今が多分一番恥ずかしいです。あ、ここ会社自分の職場にいる。そうですね二度見されましたから。そうですね、オーガスタって感じは、オーガスタから裏のもオーガスタにいるし、ね、はい、ここの人にはいそうですよ。溶け込めてますか。うん、大丈夫です。一番寝る原宿とかいそうですよ、ね、うん、歩ける歩ける。皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。では、おっぱさんが作ったコーディネートについて解説してください。はい、はい、どういう風に選んできましたか。好きな感じ。好きな感じ自分の好きな感じ、はい、どのアイテムから順番に決まっていたの。とりあえずパンツは緑がいいなっていう、その秋とかをイメージしたらなんかちょっと緑系かなっていうので、うん、でちょっと上に本当は白のもっと別なのを合わせたかったんですけど、ちょっと地味だったんで、うん、黄色を入るかなと思って、うん、なかなかこの色って買うの難しそうですけど、そうですね、うまくいってるんじゃないですか、うん、どうなんですかね。ガックンさんどうですか。いや、すごくいいと思う、爽やかで、はい、そう、爽やかなのが好きなんだ、はい、ちょっと中は白でも、うん、で本当は帽子も白とかかなって思ったけど夏っぽさが出ちゃったらちょっとグレーに、確かに紅葉も、ね、なんか考えたら、うん、合うのかなと、うん、いう感じですけど、何とも言えず収まってますね。収まってますね。なんかデートに行ったら食事勝手にお金払ってくれそうな人がいます。お金持ちですか。気持ちよくお金払ってくれそうな雰囲気がね、爽やかな感じの、爽やかで優しそうな、はい、うん、なんか一見こう派手なんだけど攻めすぎてない感じなんです。靴
靴も靴も帽子が合わせて秋冬を意識してね。あの、じゅんちゃんとおっぱさんが最初物を選ぶときにじゅんちゃんプーマばっかり結果として選んでたの、うんうん、形が好きだから、うんうん、おっぱちゃんはこのマンシングが多かったと思うんですよ。マンシング好きなんです。好きなんですか。好きなんですよ。そもそも好きなんです。好きなんです。なるほどね。そう、結構なんかマンシングって結構上の人のブランドかなと思ったんですけど、こうやって着せてみるといいじゃんみたいな感じになるから新しい発見だなと。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それぞれのコーディネートを作りました。この3人の、このコーディネートがいいと選んでくれた、その一番選ばれたコーディネートを選んだ人たちの中から抽選で1名に3万円分のお買い物券が手に入ります、はいはい、なので皆さん本気で応募してください。応募待ってます。どうでしたか今回のバトル。なんか男性のウェアってなんかちゃんと見たことなかったなと思って、はい、意外にこう、なんていうか、かわいかったり、かっこよかったり、いろいろあるんだなっていうのを改めて感じました。もうちょっと男性のコーディネートを見ようかなっていうのは、興味ができました。ありがとうございます。おっぱさんどうでした？楽しかったです。楽しかったし、なんか最初迷うけど、意外と選び出したらキリないんだと思う。あれもこれもこっちもこっちもみたいな。浜田さんどうでした？そうですね、私も、実はゴルフウェアってもうここ何年か買ってなくて、買ったものを一生懸命着回してたんですけど、うん、久しぶりにたくさんの新作を見て、うん、ちょっと刺激されましたね。新しいウェア欲しいなっていう、うん、では皆さん応募の方お待ちしておりますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。